トランプ大統領が G7 大統領選挙後に行うと発言したことに関してどんな思惑があると思いますかまあ G7 やってもトランプ大統領責められるだけですからね。要はそのトランプ大統領ってアメリカの中ではトップでアメリカでリーダーなんですけど G7 になるとマイノリティなんですよ。 要はその、お前それやっちゃダメだろうってみんなに言われちゃうんで、なので、そのみんなに怒られる場所になっちゃうんですよね。なので、あの、トランプ大統領としては怒られているところは、あの、国民に見られたくないので、やりたくないってことなんじゃないかなと思います。